どうも、スバタです。いや、お久しぶりですね、皆さん。まあね、動画出したかったんだけど、ちょっと揉めててさ、出せなかったんだよ。で、何と揉めてたかっていうと、先週かな、知り合いの売れない劇団員にさ、彼女、妊娠しちゃって、まあ、中絶したいから10万貸してくれって言われて、まあ、貸さなかったら、なんか、ごちゃごちゃ言われたって言ったじゃないですか。で、動画にしたことにより、さらに怒りを買ったらしくて、なんか、まあ、そいつのことはさ、スマホをブロックしてんだよ、LINE とか。でも、共通の知り合いからさ、すげえ、なんか言われるんだよ。なんかあいつが、なんかお前のことをいろいろ言ってんぞ、みたいな。もうあったらぶん殴るぐらいなこと言ってんぞ、みたいなことを言われたので、なぜ、俺がね、そこまで中絶、堕胎を憎むのかを、まあ、お話します。で、まあ、あらかじめ言っとくと、もう俺じいちゃんとばあちゃんのこと恨んでないからね。恨んでないよ。それを全然聞いてた。そもそも、俺自身が、俺が妊娠した時にね、俺自身が中絶されるはずの人間だったからなんでね。まあ、いろいろ話すとまあ長くなっちゃうんで、まあざっくり言うと、うちのじいちゃんとばあちゃんがね、やばかったんで昔。特に俺が生まれる前。まあ、簡単な話、まあ、ばあちゃん、まあ、ビッグマムだったんだよね。ビッグマム。ほんとやばかった。どんくらいやべえかっていうと、ちょっとやばめの方、まあ、やばめの方と揉めた時に、そのやばめの方がビビって逃げちゃうレベルだった。逃げたぎったお湯を、もうグツグツしたお湯を顔面めがけてぶん投げて、もうビビらせて逃げちゃったぐらいの、やばい人だった。誰も逆らえなかったんだけど、で、まあ、じいちゃんはじいちゃんで何がやべえかって、まあ、まあ、ばあちゃんの腰巾着だったんだけど、何がやべえって、暴力がすごかったんで、お袋のことをね、ほんと、血を吐くまでね、もう動けなくなるまでボコボコにして、顔面踏みつけて前歯折っちゃったっていう人だから、やばかったんだよ。で、俺が、姉ちゃんが俺の1年3ヶ月早く生まれたんだけど、姉ちゃんが生まれて1年3ヶ月後に俺が妊娠したんだけど、当時お袋26歳か。お袋が、じいちゃんばあちゃんに報告したら、二人もいたら邪魔だから、おろしてこいって言ったんだよ。まあ俺のこともね。で、おろしに行ったら、まあ、実際もう分娩台にまで乗っちゃったんだよ、お袋は。もう、おろすばかりの状態だったんだけど、その、お袋の様子を見て、先生が、君本当におろしたいのって聞いたんだって。そしたら、まあ実は家はこういう事情で逆らうことができないんで、おろしに行きました。もうばあちゃんに、ね、要は自分の親にね、おろせって言われたらもうおろすしかないんですって言ったら、まあ、まあ、君のご両親は子供のことを邪魔だとかっつったけど、子供っていうのは成長していくにつれて、ね、どんどん手間がかかんなくなっていって、最終的には親の力になる。18歳から働けば、経済的にもさ、まあ、精神的にも頼りになる、支えになってくれるけど、親っていうのは逆で、どんどん老いぼれていって、最終的には邪魔になるのは親の方なんだって。で、邪魔になる親に、子供邪魔だから下ろしてこいなんて言われる筋ではないし、産むのも育てるのもあなたでしょって。それにあなたは帝王切開で子供を産んでるし、もし、ここで中絶したら、本当に子供が欲しいなと思った時に、子供ができない体になるかもしれないから、下ろさない方がいいよって言われて、まあ、その先生に追い返されちゃったんだって。その先生がまあ、中絶反対派だったんだと思うんだけど、で、帰って、じいちゃんばあちゃんに、まあ、テレビ見てたんだけどね。じいちゃんばあちゃんに、子供を下ろせなかったよって言ったら、お袋の方見ないでさ、ふーんで終わったんだって。わかる？お袋の方見ずに、ふーんで終わったんだって。わかる？だから、平気で子供を下ろせなんていうやつは、人の命なんてふーんなんだよ。ふーんで終わっちゃうの。多分下ろしてきてもふーんだし、下ろさなくてもふーんだったんだよ。その程度。で、そのばあちゃんとじいちゃんを俺は改心させるのに25年かかったから。25年。最後すごい俺に感謝してたね。過去のことは忘れてすごい親切にしたんだよ。じいちゃんばあちゃんに。そうしないとダメだと思ったの。そうすることで、もう親父おふくらもう、なんだろう、親父おふくらもう仲良くなるのを諦めて、なんかもう距離取ってたんだけど、俺は逆に、やれることは全部したんだよ。その結果、やっぱ自分たちの間違いに気づいたんじゃないの？気づいてすごい、ほんと死ぬ直前にどっちもすげえ俺に感謝してくれたんだけど、25年かかったね。だからその、
何中絶男、うん、あの彼女さんがこの動画見てはないと思うんだけど、まあ、見てるのかな、見てないと思うんだけど、見てるんだったら言いたいけど、そのクズ男をね、そのゴムをつけて妊娠させといて、ね、俺には役者の夢があるからっつって、おろせおろせね、しかもおろす金もなく俺に10万貸してくれなんて言いに来るね、クズ男ね。その男を改心させるには25年かかるよ。うん、ほんとそのね、クズ野郎、ほんとゴムつけねえからさ、ほんとゴムゴムの実でも食えよ、お前、ゴムゴムの実、うん、100個ぐらいさ、このほんとにクズ、クズ野郎。でも話戻すけど、まあそういうわけで、俺自身が中絶されるはずの人間だったわけよ。でも、生まれてきてよかったと思うし、まあ嫌なこともいっぱいあったしさ、辛いこともあったけど、ね。うん、やっぱ、この先もいいことはあるかもしんないと思うと、まあ楽しいわけよ。うん。あの、中絶って言うけどさ、おろせおろせ言うけど、おろすことってすげえことだぜ。あの、お腹の中に生きた赤ちゃんをハサミでぶった切んだからね。ハサミ突っ込んで、ハサミで首とか足とか手をぶった切って、ちょん切って駆け出すんだからね。うん。その気軽に言えないぜ、そんなこと。うん。生きていたらあったであろう、将来。まあ、未来な。うん。生きていたらあったであろう、過去。うん。まあ、思い出。その、過去と未来を一瞬で奪うんだからね。うん。だからそう簡単に下ろせとか中絶とか、できないはずなんだよ、本当は。だからできるやつは、まあ、さっき言った、まあ、俺のじいちゃんばあちゃんって言うけど、不運なんで、不運。人の命なんで、不運なんだよ。うん。まあ、じいちゃんばあちゃん何度も言うけど、俺恨んじゃいねえし、返しにしたし、俺は今でも好きだからね。うん。ただ、そういう男と、それ旦那とか彼氏と、関わってる人に言いたいけど、25年かかるよ。返しにさせるのに。うん。だから俺は、別れた方がいいと思うけどな。まあ、そういうわけでね、何が言ってんのかちょっと俺もよくわかんねえんだけど、とりあえず俺は中絶とか、堕胎とかは反対派で、まあフランスとかはね、下ろしちゃいけない国もあるんだけど、ああいう風に。ただ、やっぱほら、生まれ持って病気の子とかいるじゃない。生まれ持ってもすぐ死んじゃうとか、うん。生まれても重い重症、多分足がないとか腕がないとか、うん、そういう目が見えないとか、そういう重い、生まれても重い病気があって、かつ、親に育てる能力がない。例えば、親自身も病気とか、うん。先に生まれた子は病気とか、これ以上病気の子は、あの、背負えませんとか、そういう人は、しょうがないと思うけど、健全体の子が生まれるのに、あの、わけのわかんねえ、わがまま、自己中で下ろすっていうのは、俺は良くないことだと思う。うん。それはね、あの、言わせてもらう。本当俺ね、よく親にもネタにされるんだよ。お前は本当は、あの、生まれてこないはずの男なんだから、お前、好きに生きろよみたいなことをネタで言われるんだけど、全く好きに生きてないけどね。うん。親のために生きてるけど。まあ、俺はそういうわけで、中絶堕胎が嫌いですという動画でした。はい。ということでね、皆さん、ぜひね、あの、ゴムをつけてください。うん。ない人はね、俺があげますから。うん。使用済みのやつを。はい。ということでね、エスバターでした。じゃあな。